どうも、エズダです。それでは、ラストオブアースやっていきたいと思います。さあ、いきなり始まるので、ここからスタートということなんだけど、ちょっとね、ライフがね、1になってしまってて、しかも、ちょっと待ってね、この、あるね、よしよし、ギリギリある。ちょっとね、前回、スタート、ここだったと思うんだけど、そのままね、ほっといたらね、一瞬でやられてしまうのが、あちゃちゃ、やばいやばい、久しぶりすぎて、あら?やばいね、マジで久しぶりすぎて、何ボタンで取るかが全然、いや、てか、取るモーションが、入ってないのか、単純に。だよね。あ、取れた取れた、やっと取れた。で、やばいね、久しぶりにすると本当ダメやね。いや、なんだかんだね、2週間ぶりなんでちょっと不安が残るね、この操作感は。まあ、とりあえずアイテムは探りながらだね。ライトは消しとこう。ちょっとね、普通の FPS と操作感が違うからさ。結構難しいのよね。あっちか。そう、今ね、逃げたてなんてめっちゃ刺さってるし。どっち?ただでさえライフが低いからさ。次はどうしよう。そうだよ、ほんとどうしよう。最近ね、隠れることを覚えたからね。怖えな、これは。やば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 、これはあかん。ダブルショットは無理だもんな。なあ、さすがに。生きてんのはい、あ、援護しろ、行くぞ。やばいね。とりあえずちょっと待ってね、走るがどれだったっけ。あ、はいはい。そうだね、次は。あ、意外と、てか矢当たってて死なないってやばいよね。よしよし、ちょっと練習がてら。やつらはどこ?仕留めるか。さあ、ヘッドショット。あ
あと一人どこ行った？近くにいるのは間違いないんだけど。おお、子供相手に。あら、意外と弾落としてないね。あ、いいね。アイテムありがてー。けど、とりあえず漁ろう。なし。こっちもなさそうだね。瓶で音立てる感じでいくか。意外といない。ウィいたね。いたどこ。あ、意外とくいてけやろいて、いや、ほぼダメだね。反撃食らうね。いやー、きつい。さてさて、上いたんだよな。どこ行きやがった。危な。次はどうしよう。今声どこからした？いったんね。壁裏か。そうだね。ステルスキルができるってわけではないから。ダメ。あー、悔しい。ちょっと待った。そうね、考えろ。なんならショットガン使うぐらいでもいいね。入ってくるのかな、中にね。意外と。よし。意外と来たね。よし。この野郎。本当だよ。マジで。強いんだからもう。こっち子供だよ。あ、やべ。仕留めるなら後ろからかな。結果オッケー。いやー、次はどう
まあ本当万が一に備えてって感じだからね。奴らはどこ？そうだね、あともう2人ぐらいいたから、何もなしか。あ、いいね。さあファイアフライのタグゲットして、あ、いいね、食事はありがた、いい。ゲットの、いたね。ささ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 、いけいけいけ、意外と頭がつかかる。こっからだよね問題は。左側正面いるね。あ、いたね。あれは無理か。よっしゃー、この野郎。よし、くたばれ。あら、あったあった、よしよし。よしよしよし、決まったー。まったく世話かけやさせやがって。いやー、よかったよかった。まあ、ちょっと一本失ったけどね弓は。まあ、これは仕方ないとして、次でね、エリーはね、なんかできるかっていうとそういうわけじゃないんで、ジョエルみたいに強化ができないんだよね。獣道ね、これを行けば出られるはず。これを行けば行ける。水には落ちちゃダメ。絶対落ちたらダメだよね。瓶か。出ないかな、出てこない。いやー、ジョエルの元に戻らないといけないんだけど、だいぶ迂回してるね。多分あの辺りでしょ、行く場所は。いいな、いい。よし、今んところ遭遇はしてないね。絶対下だね。リロードしておいて。そうなんだよね、そもそもショットガンってか、遠くがバレた時は弓意味ないからね。さて、上は意外と大丈夫そう。お、漫画ゲット。いいのかな、普通に走っていくか。はダメ。どうやって出るのよ。お？行くぞ。いや、押す方。あ、動いた動いた。
よし、オッケー。これ後でするんだろうね、本当はね。あ、オッケーオッケー。いやー、これ出た瞬間とかやめてよ。よしよし、落ちてないね。アイテムはないね。ほう、どれ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 、今何を見たの。とりあえずあそこっぽいとは思うんだけど、あー、さすがにこっち。なのかな。絶対バレそうな気がするんだけど。いたね。離れてくれれば一人ずつうまいことやれ。来い。あー、ダメ。無理だね。やろ。よし、2発入った。こっちだ。やばいやばい、後ろから声した。え、どっち。あー、無理。むずいよ。絶対こっちから行けないんだ。しかも行けると思ったら、うん、どうしよっかね。もうバレてしまうか、景気よく一発ドーンといくか。あれ？発動しない。あっ。あ、勝手に。いてー、それは痛いわ。よし。勝手にね、勝手にやられてくれる分にはね。だけど、どう？いて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 、どこ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 、いた。ちょっと痛い痛い痛い。この野郎、打ちすぎよ。いや、てか恨みこもりすぎでしょ。いくらなんでも子供だよ。ういぃ、めっちゃ体吹っ飛んでる。なんか全然違うゲームに見えてきた。まずバイオ並みに吹っ飛んでるね。結構今持ってる武器は殺傷力高いんだね。今まで持ってたのであんな吹っ飛んでるのはあんま見なかったんだけど。特になし。じゃあ進みますか。うーん、弓一本か。これじゃ捕まっちゃう。動かせない。
あ、いけそう。あ、はいはい。上からかなと思ったら、下からね。よし。どうやって出よう。ふう。まずこれで、とりあえず補充しておいて、なんかあった時のための弓。あ、多分大丈夫だと思うんだけど、思いたい、大丈夫だと思いたい。こっち絶対危ないよな。お、ありがてえ。まずこれ作って、モロトフ作れない。次、ちょっとモロトフ考えとくか、次。怖えなー。で、モロトフ作って、次だねー。ん？いや、それはあかん。今投げたらあかん。おー、マジで？そんな見つけるの早い？タイミング良すぎやろ。ってことはこれいきなり横から来るとかありえるね。あ、やべ。俺がやる。キー、ぶっつりはもう無理だね。うん、じゃ、なになに、全く話聞いてなかった。嫌な予感しかせんな。どうせあそこから突入してくるんでしょ。いたー、いたじゃん。あー、びっくりした。向こうが隠れてたか、むしろ。いやー、今のは怖かったわ。あ、やべ。頼むよ、殺したくないんだ。なになになに、どういうこと。そうそう、そうだよ。気分はどうだ。最高。ほら食べなさい。お腹が空いたろ。だいぶ時間が経ってる。何の肉。鹿だ。他の肉も混ざってるでしょ。いや、約束するよ。それは鹿だけだ。このけだもの。なあ、決めつけるのは早いぞ。君とお友達だってこれまで
何人殺した？他に方法がなかった。ああ、俺たちだって同じさ。だろ？殺すから生きられる。みんなそうさ。生きるためには何でもやっていくしかないんだよ。だから何？生きるために私を切り刻む。いや、やめておこう。名前を教えてくれ。あんたは最低の人間だ。それは誤解だよ。俺は正直なだけだ。そっちも正直になれよ。他の奴らを説得できなくなる。説得って何？仲間になるって分からせる。君は特別だと。あ、そう。このバカなクソガキめ、お前を生かしておくのが実に難しくなったぞ。仲間に何て言えばいいんだ。エリー、何？こう言って、女の子の名はエリーで、指をぶち折られたってね。なんて言ったかな。そう、切り刻むだ。明日の朝会おう。いやー、本性を表してきたね、相手方をね。ちょっとジョエルもだいぶ状態良くなってるから、ここでジョエルパートにする感じだね。ちょっとジョエル頑張らんと。さあ、久しぶりのジョエルパート。持ってない。ライフもちょっとね、万全にしておきますか。手持ちは斧。刃物はない。一撃。ちょっと他に何か物資があるか確認して、火炎、あ、弓ね、弓にしとこう。よし、さあちょっとエリーのところ行きますか。嫌だな、このタイミングで開けるのちょっと嫌だな。大丈夫かな。どこにいるんだ。ほんと、ちょっとね、急がんとやばそうだからね。と言いつつ、ここ開けれる。うわー、めっちゃ戦わないといけない感じじゃない？これは。こっち、ああ、裏だね。前回、ないない。よし、とりあえず次の家に向かっていって。エリー、いやー、どこ行ったんだ。そんな大声出したら、まあ、事態は分かってないわけだもんね。違うね。あら、意外と入れない。
痛い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 。どこだ、どこ行った、よし、やられるんじゃないぞ。ほ、あーミスった当てたかったな今のは。こっちに準備しといて、こうだね。あっちの奥にいるのは間違いないんだよね。てかな、あーライフが。4人行って、ちょっとね、体弱ってる感じだから、あんまりね、ガンガン倒しに行ける感じではない気がするんだよね。さあ隠れてる、多分見えなければ。バレずにいけそうだね。こっちを一旦カービン変えといて、一つあっちか。ちょっと待った、今結構結構大きい声聞こえたぞ。危なっ。はいはいはい、危なっいやー危ねかった今の。やめよう。こっちだね。いてぇ、あー早いなー。いやーマジでライフ高すぎじゃね。よし、オッケー。まあでも相変わらずなんかあれだね、ダメージ高くなってる、食らう量がなんかそんな感じがする。で弾なし、あんま見つかりたくないな、そうなってくると。そうね、回復を無理にしなくてもよかった感じだしね。罠仕掛けて一気に行くのもありだったかもね。お、あやば、逃げられないぞ、行くからしまい、やばいやばいやばい、あ、痛いなナイスキック。離せ、離せ、お金なんでよやめろそこにいろさて、女の子だ、生きてるか。女の子そんなの知らねえよこれ
れいいかよく聞くんだ。このままお前の膝を割る。どうだ。生きてる。デビッドのペットにされてる。どこだ。街にいる。どこにいるか刺すんだ。仲間にも同じことをさせるから、そのつもりでな。刺せ。ここだよ。あいつにも聞け。間違いない。早く。本当だって。嘘じゃねえ。嘘じゃ。何なんだよ。ちゃんと教えたじゃねえか。俺は喋らねえぞ。そうなのか。しょうがないな。待て、おい、起きろ。来い。離して。やだ。静かに。だから言ったろ。感染してる。感染者なの。そうか。あんたもね。腕だよ。袖めくって。見なよ。面白い。なんだっけ。全ての出来事は運命だ。なんだよそれ。嘘だ。もう発症するはずだろう。どう見ても本物だろう。そしてエリーパーク。やば。とりあえず逃げる。逃げろ。一体何なの。いやー。おお、あったあったあった。銃がいる。銃はやれるよ。え、どこどこ。ちょっと待って、どこに銃ある。あった。そんなのあった。ないでしょ。こうして、はい。もう、ああ、行かねえ。あぶな。絶対正面見える。やばいね。多分抜けて、そーっとね、そーっとね。こっちダメ。いやー、まあ、生きるためにそれなりにくぐり抜けてはきてるからね。でもだよ。よし、ゲッチ。弾一つか。上行くか下行くか。いや、下だな。上はちょっとリスクありすぎないか。あ、でもどっちみち上か。気のせいです。
でバレるか。無理か。あんまり打ちたくはないんだけど。さあ、バレてしまったまま仕方ないね。いやー、きっちい、マジで。しかもクラフトできないんだよね。持ってない、持ってないか、さすがに。ほんとだよ。でも今のところ鍵はないね。どうだ、こっちだよね、行くなら。誰にも噛みついてない。相当ヤバいことになるぞ。さあ、二人たまなしマジで。ちょっといいじゃん、一つぐらい。辛いな、マジか、マジか。なんかある？ないね。レンガ、あー、こっちから来てもって感じだね。後ろ取れるかどうかって感じだったんだね。うーん、むずいね。戦わずしてもいけたって感じはするけど。はあはあ。どっちなの？あの日の方向行くか。さてさて。しかもね、ホワイトアウトでほとんど敵が見えないんだよね。火元に、あ、いた。くそ、いてぃ、ダメか。よし、あ、弾ありがとう。うい、すまんな。入れぬ。あ、しかも弾というか回復もない。レンガちょっと無駄にしたな。あっちだろうね。ちなみにこっちは？行き止まりっぽいね。やばいな。とりあえずリロードして、あ、隠れれるだけって感じか。
どこどこ？ここじゃない、ここではない。ちょっと待った、音はしたけど、なんかでもこっちっぽいよね、なんか感じがね。さすがにいけぬか。そうね、これもいけないね。どこだどこだ。めちゃくちゃ迷わせるじゃん。とりあえず持っておいて、戻ってきたね。どうだ、この辺りに出口はあるね。いやー、どこだ。そこじゃない。なんかさっきの家の中かな。反応ないもんね。もう登れる。違う。ん？うん、教えて。お、マジある？ある？どれどれどれ。あー、これか。ありがて。ふう。いや、場所やばくねえか、これは。あぶねえ。さすがに回復しときたいね。てか回復があるってことはそういうことだよね。だよね。やたら回復あるもんな。怖えな。逆にここまでなんもねえのが怖えわ。さてさて、わざわざ皿が落ちてるのもやらしいよね。じゃない、逃げたいか。なら鍵を取りに来い。鍵を取りにね。感染してないな。感染したやつはこんな日に生き延びようとはしない。で、あの傷は何だ。よし、まず一発目。それは怖い怖い怖い。マジか、マチットじゃん。やべ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 。うわー、やべ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 。本気出してきた。で、何の話だったっけ？あぶね。どっちから来る？えほい。よく言うよ、その口で。
降参すれば楽に死なせて、そっちを楽にしてあげる。逃げろ、捕まえて。気をつけろ。危ない危ない、しっかり考えてるね。どう？動かないの？それだったら、痛い。今のダメは卑怯だろう。まったく。嫌な追いかけっこだね。いや、そこ中いるね。追いかけっこ嫌だな、したくねえな。ダメだ。いやらしいね。その通り自体がもう無理って感じだね。どこ消えた？いた。いいとこ通ってくねー。今バレてないんだ。あいつ自分で来てるな。よし、さあジュエルの方もちょっと頑張って追っかけんとね。ということで、ちょっと時間もいい感じなんで、まずここまでにしましょうか。動画を見ている方はここまで、というところでやっていきたいと思います。はぁ、結構激しいね。まあまあ最後らへんに来てるっていうことでしょう。ということで、ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。